金取られました。お前比べてね、どうなったか。もうゼロですね。他には向こう持ってないか。ケトラー、お疲れ。お願いします。はい、お疲れです。お疲れ様です。なんかちょっと白い、お疲れ様です。名前がヒデです。何回言わされるんだって今日。福井、福井です。福井とか金沢とか、そう、石川の下です。ああ、そう、あ、そうか。あの、そうです。何もないと思います。何時間かな？2時間ぐらい。3時間、4時間ぐらい。前のクラブとかな、うん、こっちの名古屋の友達の中学校の同級生がこっちの大学で出てる、うんうん、今友達は大学生なんだ。そうですね。俺名古屋の二階堂ちょっと働くことになったので、働くことで、ちょっと女の子みたいって言って、お前どっちばっかか、お前二階堂ちょっと働きたかったのに、ちょっと都会でなかっただけじゃねえか。ちょっとそれもあるさ。で、もともと飛び役だ。はい。ケンさんどう？僕が僕の10点満点中なんて8点ぐらい。それどう？どうかな、まだあんまりです。まあ、やり方が、あっちと材料の呼び方が違うんで戸惑う。ああ、そういうことか。ちょっとめちゃくちゃ動きだ。動きます。もう何年前？7年前。6年です。6? はい。6年やばいっすね。今、頭にいらっしゃるの？今はもっと日本語を勉強するんで。勉強するの？どっちもいいやろ、でも。そういうの予定できるけど、予定できるけど日本はダメだよ。勉強勉強勉強ベトナムじゃねえだろ、ここは。運転はできるけど日本語かポルトガル語か英語かしかない。何も詳しいの？何もしかしない。違います。ポルトガルか、お前。違います。あ、受付で言われます。お前しゃべらん坊主だ。いや、場所によるんじゃない。愛知県のあれはベトナムもあるとか、東京だったらあるとか。何ですか？それ福井だ。福井です。の免許センターではポルトガルとこれとこれだけ。ブラジルとか採用書類とかあるんだな。多分あると思うんです。東京とかあっちまで行けば。バーはあると思うんです。あるんだ。取ってからまた3年ぐらいだな。んと3トンぐらいなの。早くそこへ行きましょう。いいんだって。今これ全然帰るわ。これはないんだ。はないんで、今年の12月からはもう順中取りに行ける。あ、本当。なんで乗り換え道路入りたいなと思った。面白そう。社長めちゃくちゃいいとそうだな。いや、やっぱおじさんがないトビアと僕の親戚周り全員その仕事です。あ、トビケラ、はい、親父は親父のり目は島です。あ、もう島やな、トビショットやっぱ、はい、結構多いんだ。あ、ほんで親戚のところで働いたけど、そうです。あ、ちょっとね、ネット上親に行ってみたいって。いや、その前におじさんのとこはもう会社辞めて、こっち来るまでの期間ちょっと長いで手伝いに行ってたみたいな感じ。ああ、そういうことな。どこがやったの？高校卒業したの？しないです。どうやって野球やったの？社会人野球ですね。あ、そういうこと。ちっちゃい時から野球やっとって、はい、で、高校は入学はしたの？入学して3ヶ月でやんだ。やんだ、クビになったな。いや、クビだわ。高校も出てやったんだ。え、一回目今、今日からそうなった。マジっすか。今日からならまだ聞いてる。もう聞いてるで。はい、来たで。で、会場長、まあ、面白そうだなって。そうですね。いや、実際に面接はめちゃくちゃあるんだよ、希望者。そうです。だけど、もう普通に断っちゃうな。よっぽど条件が全部見てされると。ショーと喋って、よう入ったの。いや、もう、ショーに言っても、ただ、電話で喋った感じ、すごい良さそうなんだね。はい。一回喋ってみてもいいんじゃない？1回目電話してて、ちょっとまた電話するわって言われて、で、次の日に電話かかってきて、この日ぐらいに1回事務員とか行って書類買ってきて、うん、安井さんには会いました。あ、そうなの。はい。あ、なんか往復で往復です。まだその書類書くだけだったのためにはい。すみません。そうなの。そのまま遊んでた。あ、で、友達と遊んでたんだ。はい。クラブ行ったんだ。あ、その時はクラブ行ったんだ。この前クラブ行ってね、どうなんだろう。お金取られました。40万だろ。クラブで盗まれました。社長金貸してくださいっていう前。そういうやからじゃねえのか、お前。違います。40万でもきついな。きついです。いや、もうこっち来るのに、税金やらも全部、とりあえず払えるだけ払ってもらおうと思って、全部銀行から下ろしたお金なんで。他には銀行、もう全然入ってないか。もうゼロです。全部一回下ろして、税金とか車保険とか。そうです。車保険なら年払いしようの。6年です。
で、ローン組んでるんで。6年ですよ。6年ローンで買ったってこと？そうです。あ、それもローン、あ、で、毎月のローンか。うん、もうとりあえず入れるだけ福井で先入れてくるから。あ、まとめて。はい。あ、もう40万あるで、それで支払い、一回回しといて、で、生活費だけ残してと思ってたら、何で言ってクラブで飲んでる？どういう状況で？クラブで飲んでて、で、それで女の子捕まったんで。あ、そんなに盗まれたんじゃない？いや、違うんですよ。女の子引っ掛けて、かけて、よっしゃなんて、女の子に飲もうって言って、なんかないなと思ったんですよ。カバンがなくて。どこに置いてたカバン？いや、首にぶら下がってました。首にぶら下がったカバンがなくなった。お前誰かお前首でもやってないのか。いや、あ、首にぶら下げてたっていうか、引っ掛けるタイプのやつがあるんですよ。あベルトとかに、はい、すぐ落としたりシュッて引っ張るとすぐ取れるんですよ。それで行っちゃったんで、うん、最初落とし物でセキュリティのとこ行ってもらいって言われたんで。うわ、お前40万はでけえじゃん。お前そんなん持ってそんなとこ行く？もうロッカー入れとけばいいわと思って、うん、ロッカーあれでいいわと思って行ったら1個も空いてなくて。あ、ロッカーが？そのまま自分で持ってたら、うわテラショックだろ。女の子ともじゃあ遊びに行けないんだな。いや、あの、それがお金持ってたんですけど、うん、ちょっと隠し金持ってたんで、それで遊びに行った、うん、それでも40万なくなったショックもあっても遊びに行ったんだ。言いました。実際に2回同士入ってどうだった？聞きたいな、うん、それ聞きたいな。聞きたいな。うわー、YouTube で見た人だってなるから。はい、楽しいです。楽しい仕事、会社楽しい。はい。あんまり褒めるね、またお前応募者増えちゃうこれ。みんな来たいって言うんだよな。そうっすね。楽しい。楽しいですよ。みんなでも仕事やるだろ。自習生がめっちゃ動くんで。あ、何それ？自習生と一緒に。あ、自習生。あ、自習生。うん、あの、僕が行った会社とかの実習生とかいるときに、ここに、あ、実習生が実習生じゃないもんな、うちの責任持ってやっとるなってこと。頑張ってくれてありがとう。いつ20歳なの？2月で20歳です。あ、今年になったばっかかも。そうですね。早生まれなんだって。もう同級生みんな20歳だじゃん。そうです。あ、そういうことだ。20歳の年ってことだよな。年です。じゃあ今年成人式になるの？あ、出ないです。なんで？行った方がいいぞ、成人式は。いや、もう来月ですよ、成人式。行ってこい。あの人お前成人式どうかと思って取り出したし。いや、あ、面白いかもしれん。絶対嫌です。なんで？でも連れとかみんな集まるだろ。僕の連れらも、もう戻らんって言ってるんで。田舎やから肌が合わんの？合わんす。え、それ彼女？今いないんだ。欲しくない？欲しいっす。なんで？嘘。捕まえなかった。でも可愛い顔しようで、モテそうだよね。モテそう。1週間ぐらいで3日目です。金あれだったら相談して話もどうです？はい、所詮でそれは入った時に言われて、社長に一回電話しとくわって言って、そのままお金のこと何本か貸してほしいんだ。そうですね、もうローンととりあえず税金で、うん、そうですね、住民のあれだったら誰に、あの、生活費だったら、そのレイですよ。はい、家賃持ってないで半分です。そうですね、まあ、部屋何個あるか、自分の部屋はあるか。あります。寮も空いてなかったみたいです。一回ちょうど工事中やったんですかね。今も仕上がってきたんですけど。あ、そう。はい。まあ、でも家賃安い方がいいだろ。そうです。安い方がいいですな。一つ入っちゃうと高いもんな。この辺ですよ。この辺。デイクの部屋で、半分だったんで。あ、コメント欄でよく量が高いとかコメント来てますけど、僕らが量呼んでるから来るんですよね、多分。はい。はい。部屋数がめちゃくちゃ多いんだな。あれでもなんか、2部屋にできるって言うけどな、寮みたいに改造してな、2人住めたら。実習生の棟の方は本当に改造されて綺麗になったっすよね。まあ、新しく入って、もう今1ヶ月で取る可能性もあるで。はい。大変です。みんなさっき言うた。労働時間的にはどうや？朝早いし。いや、全然。あの、前の会社の方が大変だった。そう。全然。休みとか話してな。はい、またじゃあ新しい仲間できて、まあ、面白いかどうか分かりませんが、面白いやつだったらいいけどな。面白そう。元気？元気よ。元気よ。お前のお姉ちゃんが元気よ、彼は。はい、また面白いやつが仲間入りましたんで、ぜひまた応援お願いします。あだ名いつも全員決めても、もう決めてないか今は。ヒデ、ヒデやった。ちょっとイケメンなので、絶賛彼女募集中らしいから。
インスタで、インスタで会議なんかあのブックスの。そうですね。まあインスタやってもやってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。せーの、またねー。